ついに現れたグランの首領カーネル。貴様を動かすのは何だ？何が目的だ？全てを失ったケンシロウに目的などない。幼き少女たちの涙が、そして悲しみが、ケンシロウの内なる闘志に火をつけた。貴様の野望はここまでだ。殺されに来たのか？返せ！判断ができるなら俺に挑みない。返せ！おら！本山両山か！なんと無音拳！ゆっくり切り刻んでよ。そこだ、司令！北斗、百裂拳！1800年もの間、一子相伝により受け継がれてきた北斗神拳は、の技をはるかに凌駕していた。その時、ケンシロウの身を案じたリンが現れる。そこに勝機を見出すカーネル。狂気の槍がリンを襲う。リンをかばい負傷するケンシロウ。しかし飛行同盟により、すでにカーネルは光を奪われていた。今度は貴様が暗闇に怯える番だ。正確な判断ができるなら俺に挑みない。返せ！さあ、この身が砕かれようと。はあ！なんと究極奥義、断固総裁拳！しょっ！なんと無音拳！ゆっくり切り刻んでよ。そこだ、司令！北斗、百裂拳！バカな。北斗神拳は無敵だ。北斗、骸骨拳！貴様ほどの力があったら何でも可能。後悔せんのか。後悔するはずはない。